こんにちは、アッツーです、今回ですね、イングリッシュお猿のお猿さんに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、この前ですね、まあ、お猿さんが、ご自身の YouTube チャンネルで私の、ディスティンクションですねを結構大々的に紹介してくれていて、うん、でそれを見た私はですね、まあ、Twitter で DM を送らせていただきまして、このコラボがですね実現することになりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。そもそもなんでディスティンクションの、うん、あの動画を作ってくれたんですか？最初もともとアツさんの自分今、もう26なんですけど、うん、そうですね、僕が大学生の時からずっと見ていて、でそれでアツさんがディスティンクションっていう本を出すのを知って、もう速攻で買って、でそれをずっと使ってたんですよね。で多分その僕のチャンネルとかも、ね、英語学習を好きな人がいると思うので、まあ、紹介したいなっていうことで、まあ、ヘビーユーザーだったね、特に。ありがとうございます。ありがとうございます。ということですね。はい。いや、嬉しいです。で、まあ、それがきっかけで今回ね、お猿さんともつながれたということで、非常に嬉しいんですけれども、まあ、お猿さんって、まあ、今ね、YouTube チャンネル、イングリッシュお猿っていうチャンネルで、15万人、登録者数がいて、今急速に伸びているチャンネルだと思うんですけれども、まあ、この風貌でかなりこういろいろベールに包まれているところとかもあると思いますし、なんか私も知らないことまだたくさんあると思うので、そういったことをですね、深掘りしていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、まあ簡単に自己紹介というか、まあバックグラウンドとか、そういうところをちょっと教えてほしいですね。はい、そうです。もともと僕は教員、まあ、英語の、ね、公立高校の教員をしていて、うん、でそこでまあ英語を教えてたんですけど、まあ、YouTube を始めたきっかけとしては、まあ、英語をもっとの多くの人に知ってもらいたいということで YouTube チャンネルを始めて、まあ、さっき紹介にもあったんですけど、今15万人ぐらいのチャンネルに、まあ、育ってという形で英語をもう教えているという感じですかね。もともと英語の先生？そうです、もともと高校ですか？高校ですね。でその高校先生してる時に YouTube チャンネル始めた？そうです、まあなんかもともとその、まあ、趣味で、まあ、動画撮ったりとかしてたんですけど、まあね、教員のしながら、まあね、顔は出せないので、はい、なので趣味感覚でやってて、それでまあきっかけ、そして全治44戦とかの動画できっかけに伸びたんですけど、その時にはもうやめていて。はい、あ、その全治44戦ってすごい伸びてる動画、今、はい、どんぐらい伸びたんでしょう？今100、多分10万回再生ぐらいになってて、その動画を出した時にはもうやめてた？もうやめてましたね。高校の先生はどれぐらいやってたんですか？高校の先生は2年間やっていて、2年間で、その時はもう動画を撮ってたんですけど、本当趣味程度で誰にも見られてなくて、で、まあ自分がその、まあアウトプットの機会として、まあ YouTube のチャンネル趣味みたいに、本当最初は数百人とかしか見てなくて、本当、はいはいはい、なんか、一人でプライベートで上げてるみたいな感覚だったんですよね、うん、でそこからまあ少しずつなんか伸びてきてるなと思って、うん、でまあちょっと本格的にやってみようかなってことで、まあちょっと思い切って教員を辞めて、で今に至るって形です。教員はもともと辞めたかったんですか？あ、まあそうですね、まあ教えるのはすごい楽しかったんですけど、はい、そのまああるあるですけど、こう保護者の対応だったりとか、うん、まあ教えること以外の仕事っていうのは結構多くて、でもっと英語にフォーカスしたかった。そうなんですよね。もっと英語が大好きだったので、まあ、アツさんとかね、もうすごいマニアで、僕自身もすごい、めちゃめちゃマニアなんですよね。うん、で、なので、辞めて、まあ、本格的に、うん、まあ、教えていきたいなっていう。やっぱその学校だと、その、ね、一定の生徒さんしか教えれないですけど、もっと自分の知見とかを多くの人に、知ってもらいたいなっていうところからですね。なるほど。まあ英語の先生って多分なったら結構そのままずっと英語の先生やる人って多いと思う。めちゃめちゃ多いと思いますね。でもそんな中も2年でシフトチェンジしたわけじゃないですか。そうですね。その思い切りってちょっと怖くなかったですか？いや、めちゃめちゃ怖くて、いや本当こういう質問いただくのめちゃめちゃ嬉しいんですけど、なんか当時考えたのが、うん、やっぱちょっとまあ思ってたのと違うなと思った時に、やっぱそこで我慢する人生か、まあ、一歩踏み出すかってどっちかしかないなと思ってて、でそのいいっすね、もう我慢する人生を、まあ、もうないなと思ったので、うん、だからもう挑戦しようということで、まあ、どっちか2つに1つしかないなと思った時にはもう挑戦という形で。そっか、じゃあそれでやめて YouTube 始めて、でその時は登録者数どれぐらいだったんですか？
2,3000人ぐらいいたかな。2,3000で独立するってすごいですね。そうですね、そうですね。なるほど。その後結構すぐ伸びたんですか。そうですね、その電池44線がその時期ぐらいに、確か辞めた後の2ヶ月後ぐらいかな、5月から6月の時にだってすごく伸びて、そこから本当1日3000人登録者増えたりとか。夢のようですね。今はそんな、ね、勢いないんですけど、伸びる時ってなんか本当に急激に伸びるんですよね。おさらさんの場合はその YouTube 以外って何かやってるんですか。あ、そうですね、僕の場合一応会社を経営していて、コーチングっていうのをやっていて、じゃあその2つが今はお仕事としてはメインで。そうですね。その実際そういう、まあ、コーチングして結構伸びるんですか。そもそもコーチングってどんな感じでやるんですか、ちょっと個人的にはあんまりやらないので。まあなんかコーチングって、そのいわゆるその他のまあ英会話スクールさんっていうのはまあティーチングみたいな感じになってて、英語そのものを教えるみたいなのが、まあ、魚のティーチング。そうですね、魚を与えているのが、まあ、ティーチングっていう定義で、僕自身はこう魚の釣り方を教えているような形、つまり英語学習法でやれば、よくあるがちなのが英会話スクールに通っても、そこで習って、まあ、それが終わったらもう学習できない。で、こういうのは自分魚の釣り方が分かんないので、もらってるだけなのでできない。ただ僕の場合はコーチングでその魚の釣り方で、僕の指導が終わっても自分で自立して学習できるっていうのを、まあ、まさにその学習法だったりとか管理だったりとか、まあ、マインド的な部分とかも教えているっていう形ですね。まあ大事ですよね。っていうのも、まあ、私も結構言ってるんですけど、結局なんだろうな、考えて勉強しないと、なんか常になんだろうな、まあ、人に聞いたりとか、し続けないといけなくなっちゃうんで、めちゃくちゃ効率悪いんですよ、ね。そうですよね。だけどそういう学習法とかちゃんと体得して、その中で、あ、こうだからうまくいかないからこうするんだみたいなのを、まあ、理解できるようになると、かなり学習効率で上がるかなっていう。そうですね、仮説と検証をまあできるようになって、でも英語以外でもこれめちゃめちゃ生きると思っていて。間違いない。そうですね、英語ができる方って思考がやはり深いんですよね。で、そのできる理由っていうのは才能とかそういうのじゃなくて、そういう思考の土台があって、それが身につくと英語以外のところでも役に立っていくっていうか、逆に、ね、アツさんとかも英語できる人の特徴っていうか、なんかそういうのって普段感じたこととかありますか。共通点というか、みんなできる人、勉強だと思ってやってない人は多いかもしれないですね。なんか、まあ、楽しくて、なんか普段から英語とか口ずさんじゃうみたいな、独り言みたいなやつですね。今までその日本語がすごい上手い、その海外の人とかとも、まあ、会ったことがあるんですけど、そういう人たちもみんな、なんかブツブツこう日本語で話したいって思って、普段から食器とか洗いながらなんか言ったりとかしてるっていう風に言って、それもう無意識化されてるじゃないですか。なるほど。学習がだから、いざこう環境を整えて勉強するぞじゃなくて、なんかもう普段の日常がやっぱり学習機会になっていて、それをもう無意識にやっている。なるほどですね。 それがなんだろうな、こう苦だと思ってやってない感じが、もちろん苦しい部分もあると思うんですけど、そうですよね。そうですね、無意識にただもう淡々とできる人が強いかな。なんかよくその、まあ、努力を努力と思ってないというか、その学習をそのなんか英語自体が目的化してないというか、学習自体が、まあ、あくまで手段でその先があるって感じですかね。そうだから、なんか昔12時間あの勉強するっていう動画を出して、で息を吸うように勉強するっていう言葉を言ったんですけど、本当にそんな感じで、なんか息を吸うように仕事してる人とか、そうですね、そう、息を吸うように勉強してる人って強いなって思います。そうですよね。実際結果は出てるんですか。そうです、めちゃめちゃ結構出てて、あのツイッターとかでも結構あのの何ですか、成績とか、まあ、生徒さんの上げてるんですけど、結構好評というか、多分まああのまあ何ですか、自分で言うのもあれなんですけど、結構これだけ成果出るのっていうのは本当にあのなかなかないんじゃないかなって自分では思っていて、でもなんか元はといえば、なんか自分が日本でやってきたことなので、その何ですか、他の要因がないんですよね。留学行ったりとか、いわゆる再現性が高いんですよね。なんか指導しててももともと英語できたりとか、小さい頃に住んでたことがあるとか、そういったなんか他の要素があると、学習法自体に説得力がなかったりとか、再現性なかったりすると思うんですけど、僕ってアツさんとこう一緒で、まあ、アツさんはそのできてから、ある程度できてから海外に行かれると思うんですけど、僕未だに留学一回もなくて、海外に行ったことすらもなくて。え、そうなんですか。そうなんですよ。なので、結構
できないのがありえないっていうか、そのできて当たり前というか、じゃなかったら僕存在してないので、うん、英語ができるって事実がないの で、そういったところで多分多くの方が成果出してるんじゃないかなと思うんですね。なるほど。じゃあ最後にその一番なんだろうな、すごい伸びをこうなんだろうな、数値化でこう見せてくれた人ってどういう伸びがありましたか？そうですね、まあ、60代の女性の方がいるんですけど、去年の8月ぐらいからかな、スタートして、もともと英検準2級を受けようと思ってた女性がいたんですよ、うんうん、でその方が、準2級実際に学習してみて、で余裕だったんですよね。では2級受けてみましょうって感じで2級受けて、で今年の1月に準1受かって、そうなんです。で今僕スクールやってるんですけど、そのスクールで今講師も務めてもらっていて、でその方、うん、今回英検1級の一次試験受かったんですよ。すごい。すごいですね。それはめちゃくちゃなんか勇気を与える。そうですね。だから1年以内に本当、まあ、中学校に気が入ったような英語力の人から、まあ、1年間以内に英検1級の一次試験ってめっちゃむずいじゃないですか。僕受けた、まあ、5位難しいですし、うん、1日の勉強時間どれぐらいなんですか？その方結構取ってて、最低6時間から8時間ぐらいやってる方なんですけど、すごいですね。だから主婦の方で結構大変なんですけど、時間取ってやってて、うん、やっぱりだからその学習方法、正しいやり方で正しいことをやって、うん、でその過程でちゃんと PDCA が回せるようになったら、うん、結構短期間で英語力って伸ばせますよね。いや全然伸ばせると思います、うん、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。じゃあということで、もう皆さんそのやっぱり英語学習方法をね、うん、しっかりと、まあ、固めてというか、うんうん、まあ、ちゃんと理解した上で、学習を効率的に進めていくと、まあ、短期間の結果が出るということで、うん、で長田さんの、チャンネルでも、まあ、いろんな学習方法とか、はい、役立つ動画とかいろいろ出してますので、そちらもぜひぜひ、チェックしてみてください。ということでまた次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ。